阁听起着船只倒转来消息，欢喜的心情，我已经提早着数十日踮伫码头等待着我的囝儿。为什么？为什么阿母伫等你，永远拢无你的消息？もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声で、せめて一言。雪と風のシベリアは寒いじゃろ。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待っている。この祈り、神様だけが知っている。伝えてよ。愛しを待ちて、今日もまた孤独から来る岸壁に佇む。
母の姿を。